七代、小川寺兵は、近代日本庭園の先駆者とされる、策定家、庭師。通称植地。中高の七代目、小川寺兵は、玄之助といい、山城国を特に軍迅速村生まれ。明治十年に、法暦年間より続く、植木屋寺兵である、小川植地の養子になり、明治十二年に七代目、小川寺兵を襲名。植地は、明治初期、 京都東山、南禅寺海外に新たに形成された別荘地において東山の借景と琵琶湖疎水の引き込みを活かした近代的日本庭園群を手掛けたことで名高い。琵琶湖疎水は計画段階では工業動力としての水車に用いることが期待されていたものの、その後工業動力としては水力発電が採用され、明治23年に疎水が完成した時には、 水車用水としての用途はなくなっていたのである。明治27年、植地は、並川康行邸の七宝焼き工房に研磨用として、引き込んだ疎水を庭園に引く。ついで、山形有友の求めに応じて、庭園用を主目的として、疎水を引き込んだ無隣案の策定を行う。これを草分けとして、植地は、 自然の景観と躍動的な水の流れを組み込んだ自然主義的な近代日本庭園を数多く手がけて、それらを設計段階から資材調達、施工維持管理まで総合的に引き受けていく。植地の策定には平安神宮、円山公園、ムトナリアン、西風層、大立山層など国の名称に指定されたものも多く、他に旧古が庭園。 京都博物館前提、野村壁雲送、住友屋、三つ岩崎屋、細川家の各庭園など数多くの名庭を残す。その他、京都御苑と京都御所、修学院離宮、桂離宮、二条城、清水寺、南禅寺、明神寺、法年院、小蓮院、忍那寺等の策定及び集計、大正元年五体天挙行のための、 京都御所御苑改造や桂利休、修学院、利休、二条利休庭園らの改造、大正3年と昭和2年の拡大城祭、雪、月両土の芝垣や周一区庭も拝命してかけた。昭和8年12月2日、74歳で没した。墓は、仏皇寺本廟の境内の西南隅、小川家一族の墓域内にある。 慶雲館庭園植地の野号は、現在に至るまで、代々、小川寺平の名前を受け継いでいる。特に写真にある七代目の作庭は有名であるが、しかし実際には、七代目作とされる庭も八代目、九代目により、制作されたものもあり、混同されているまま現在に伝わる。当時は、京都御所、桂離宮、二条城や市内街路樹などの手入れも、植地で行い、 東京の岩崎邸の集計なども手がけている。ありがとうございます。